皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説の野端のズバッと重要論点ポイント解説講義一般知識編第2回行っていきますよろしくお願いしますまあ一般知識第2回と言いましたが全20回の講義の最終回でもありますので最後一緒に頑張っていきましょう今回扱っていくテーマはこちらです、えー、個人情報保護法ですねこれ前回でもお伝えしましたが 2022年の皆さんが受ける試験からこう改正されたものが出題されますということなんですね。なのでこう、まあ、以前と比べて変わったところもありますからそういったものも踏まえてお話をしていきたいと思います。はい、では具体的にテキストなんですが152ページを出してください。 すべてを扱えるわけではないんですけれども、昔からよく出てきていたところ、まあ、個人情報保護法としてよく出てきたところについて、まあ、改正の論点も踏まえて、しっかりお話をしていきますね。はい、まず1番はこれ、重要度が C なんですけども、まあ、従来と改正後のところの比較を軽くしておきたいので、見ていきます。もともと個人情報っていうのは、あのアメリカとかヨーロッパの方で関心が高まってましたと。 特に欧米でと書いてますが、あの今でいう EU ですね、ヨーロッパのです、今でいう EU のところで、かなりこう関心が高いということになりますで。日本は遅れてましたけども、1990年代、まあ、後半あたりから、個人情報の漏洩問題が社会問題化したんですね。そういったことも踏まえて、実は2003年に個人情報関連の法律ができましたと、結構新しいんですよね。 講義遣いは従来のもので、軽くでいいですで。従来は非常に分かりにくかったんですね。ざっくり言うと、民間企業が個人情報を扱うときのルールは個人情報保護法ですとで。そうじゃなくて、国が扱う、国が国民の個人情報を扱うときはあの、行政機関個人情報保護法と、はい、いうものを使っていきましたし、あとは、 こう自治体が、ね、市役所とか県庁とかがあ住民の個人情報を扱うときはこの自治体ごとの個人情報保護条例を使うということでこう法律、バラバラだったんですねで。非常に分かりづらかったので、はい、今はこうなりましたとこうなりますと、はい、新制度すべ、まあ、てこの個人情報保護法に一本化するということです。 すべ、はい、てこの個人情報保護に一本化する形で統一されましたと。なので、まあ、初めて勉強する方からすれば分かりやすくなったんですよ。ただ、以前から勉強していた方からすると、こう一つにまとまった関係でいろいろ言葉遣い変わっちゃったりしたので、その点は分かりにくいのかもしれませんね。はい、ではえ、下、目的定義見ていきます。 この個人情報保護法は昔から目的と定義がものすごくよく出ます。目的定義で、例えば3問ぐらいこの分野から出るとすれば、3問中2問がね、あのこのところから出ます、まあ。3問が個人情報保護法だとすると、3問中2問ぐらいが目的定義の出題というぐらいよく出ます。で、この目的に関してはものすごく長かったりしますけども、かなり絞ってお話をするとすれば、 ざっと読んだときにこう、プライバシーって言葉がないんですね。その国民のプライバシーを守りましょうっていう言葉はないんですよ。で、それが試験で出たこともありますし、プライバシーってなかなか定義難しいので、プライバシーなんですかってね、そこも踏まえて、このことは使わなかったんですね。そこはまず一点です。あとはいろいろ書かれていますけれど、一番最後ですね。 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としますと。一般的に個人情報保護っていうと、とにかく私たちの個人情報を守っていきましょうと、悪用されないにしましょうと、流出しないにしましょうということがメインではありますけども、あの、そこだけじゃなくて、個人情報は有用性なんですと。つまり使えますと。 現代社会において個人情報を使わずして営業活動できないわけですよね。やはり私たちが入力した情報をもとに企業さんがいろんなことをまあやってくるわけですよ。こう、メールを送ったりとかね、こうセール情報を送ってくるわけですよ。なので個人情報は企業側にとっても使いますと。使えることもありますけども、ただ内容も良くないので個人の権利利益を保護すると、このバランスを取りましょうってね、そういう話です。 はい、バランスを取るということをしっかり押さえておきましょう。はい、あとも細かいところ出たりもしますけれども、まあ、どうですかね、これから先、問題解きながら、このあたりは確認していただければいいかなと思います。はい、では、154ページのところで、定義を見ていきます。はい、法律上の定義、ね、例えば 個人情報っていう言葉をこれから使っていきますが、個人情報って何なんですかって話です。はい。さあ、個人情報とは、これ、改正前から変わっているものでは、まあ、基本ないんですけども、個人情報とは何ですかまず、生きてる方の情報です。亡くなった方の情報は基本的に個人情報ではないってことは、押さえてあげてください。はい。 そういった生きている方の情報のうち、えー、氏名、生年月日ですとか、他の記述で特定の個人を識別することができると。まあ、当然、名前と、えー、生年月日とかがあれば、あ個人の名前、個人を、ね、特定できますよね、はい。個人が特定できれば、それは個人情報ですというところなんです。なので、ちょっと細かいところを見ていきますが、あの映像や音声ね。はい 映像、音声でも、これで特定の個人が識別できれば個人情報です。はい。あの僕の声が、あの、ものによっては個人情報となることもありますし、僕の顔自体がね、個人情報となることもあります。うん。あとは、の上の加工書き。他の情報と容易に照合することができる場合。これも個人情報です。 はい。あの、ここがポイント一番下なんですけども、例えば、皆さんいろんなこうメールアドレスを持っていると思いますけども、あの、適当な記号を振ったメールアドレスだと、個人ってわからないじゃないですか。でも、えっ、ー、と、ある程度、こう、規則性があるメールアドレスだったりすると、個人の特定が容易だったりしますよね。例えば、これ現実にない、あのメール、メールアドです、メアドですけども、A。 のばた、えー、行政と。ね。で、アットマーク、レックみたいな、いう形のアドレスがあるとしましょうか。で、こういったアドレスプラス、まあ、レックのホームページ見ればね、僕の情報ありますから、レックホームページ。はい。まあ、この2つ合わせると、あ、のばたって分かるじゃないですか。そういったものも個人情報です。はい。 なので適当にアルファベットを振っただけではダメなんですが、まあ、こういった形になると、まあ、そのメールアドレスも個人情報として扱われることもありますと。いいことなんですね。はい。まあ、チェックをしておきましょうかと。うん。この辺りは昔からよく出てますね。はい。そして次のページ行きます。今度は3番。個人識別符号です。個人識別符号と。 これ、条文がものすごく難しいので、あの、イメージがつけばいいです。過去に繋がありましたが、イメージの方で得点ができましたから、あの、ここがポイントの方ですね。条文解説と。例えば、あの、氏名とか住所とかではなくて、データ関係です。あの、顔認識データとかね、失礼。顔認識データとか、指紋認証データとかね、こう生体データとか、こういったものなんですね。 はい、例えば、スマホなんかを使っても、顔をこう画面に合わせれば、ロック解除とかありますもんね。で指紋認証で解除もできますし、声でも解除もできますから、そういったものも、まあ、昔はそんなものでは個人情報と言えなかったんですが、今、こういった顔認識のデータとか、指紋認証データってかなり重要なものですよね。なので、個人情報と同じような形で持っていきましょうということが決まっています。あとは、 まあ公的機関がこう付与した番号たちですかこうマイナンバーとかパスポート番号とか運転免許番号とかこれ公的な機関が発行して一人に対して一つしか発行されませんね。こういったものも個人識別符号っていう方をして個人情報と同じ形で扱っていきますと。で、ワンポイントのところクレジットカード番号は個人識別符号ではない。 一人につき何枚でも持てますしね。一人につき何枚でも持てますし、まあ公的な機関が出しているわけでもないので、これは個人識別用語ではないっていうのは確認いたてたことがあります。このように一つ一つ定義という形で条文を抑えていくべきものなのか、具体例を抑えるべきものなのか、これケースバイケース変わってくるので、できる限り今日説明していきたいと思います。はい、その次。 156ページ。要配慮、個人情報。要配慮、個人情報です。ただの個人情報ではなくて、え配慮が必要なもの。まあ、センシティブ情報とも言ったりしますけども、うんまあ、2条3項にこの言葉が入っています。本人の人種、身長身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に害を被った事実。 その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮をするものを含む個人情報と。はいまあ、一つピックアップするならば、あの病歴ですよね。まあ、コロナにかかってしまったみたいなことは、まあ、今ではね、まあ、そうでもないんですが、コロナが広がらじめの頃って、コロナにかかったことが知られると、こういろんなこう冷たい目線を向けられたりとか、いうこともありましたもんね。 そういったものは、要入る個人情報ということで、他の個人情報と区別して、よりがっちり守っていくというふうになっています。うん。なので、チェックはチェックで軽くしておきましょうか。え人種、信条・社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪で害を被った事実、まあ、このあたりを踏まえて、え特に取り扱いに配慮が必要なもの、ね、押さえておきましょう。 はい。まあ、下にイメージつけておきましたから、一般の個人情報よりも狭い範囲で要配る個人情報というところで、まあ、一般の個人情報を業者が取得する場合と、要配る個人情報を業者が取得する場合だと、まあ、いろいろ変わってくるものがあるんですね。はい。まあ、そこはこれから勉強していけば分かると思うので、まあ、今日は割愛しておきますね。はい。では、157ページ。 5番、加盟加工情報。6番、匿名加工情報と。で、先にお伝えしておくと、この加盟加工情報が、あの、改正で新しくなってます。加盟加工情報と。今までなかったんですね。で、匿名加工情報は前からありましたと。で、ものすごく似てますね。で、この2つを比較しておかなければいけないと思うんです。で、先に、 158ページ見ていただくと、ここに匿名加工情報の例ってありますね。匿名加工情報の例ってあります。で、まず、上が加工前の個人情報です。まあ、氏名が書かれていて、住所書かれていて、年齢も性別も具体的に書かれていると。で、何買いましたか、いつ買いましたか、どこで買いましたかを全部含まれているのが上の個人情報です。例えば、皆さんがコンビニをこれから開く方だったりすると、 そのコンビニでどんな品ぞろえをすればお客さん買ってくれるかって気になりますよね。はい。例えば、その地域にどれぐらいの年代層の方が多くて、どんな商品売れてますかってことが分かれば、あの商品仕入れ役立つわけですよ。で、そういったものを知るために、たくさんの個人情報を集めるのも手なんですけども、この個人情報を一つ一つ集めるときは、その個人の動画がいるんです。はい。 例えば、1000人分の情報を集めたければ、1000人の方の動画があります。なかなか大変ですよね。なのでえ、大量の情報を仕入れたいよって時は、この個人情報を匿名確保情報にした状態で、えっと、もらいます。匿名って書いてますから、これ見たところ、その個人ってわからないんですね。氏名ななんててのは仮番号になってますし 住所もどこどこしまでしかないし、年齢も大体しかないんですよ。うん。あと、コンビニ側で知りたいのは、まあ、性別と何買われましたかって情報と、いつ買いましたかって情報ね。それぐらいなので、まあ、正直、えー、どんなものが売れますかって情報を知りたければ、匿名加工情報で十分です。で、匿名加工情報になると、 これから説明する部分もありますが、あの個人情報でもないし、個人データでもないし、保有個人データでもないです。つまり、本人同意なく情報提供ができますよ。もらうことができます。ということなんで、情報のやり取りが楽なんですよね。はい。こういった情報を活用していく時代に今、到来し、時代が到来してますってことです。はい。これが匿名加工情報というものです。では、 1>, 1ページ戻りますが、下に匿名加工情報と加盟加工情報という比較掛あります。で、今見てきた匿名加工情報は、あの、加工前の情報が元に戻せるとダメんですよで。加工前の個人情報が復元不可能じゃないといけません。で、それは外部に提供することが想定されるわけです。 匿名加工情報にして、それを提供することを想定するから、復元できるようにしてますと。だから厳しいんですね。はい。だから規制が多いんですよ。で、左の新しくできた加盟加工情報に関しては、まあ、そこまで厳しい運用はしなくていいと。つまり、会社の内部で使うことを想定するだけなんで、こう、販売する目的ではないと。はい。情報を販売する目的ではない。 会社の中で使うだけという形なので、まあ、一応仮にこう形を変えますけど、まあ、少し再考してしまって、加工前の個人情報に戻せる形でも構いません。だ軽い加工で、えー、後々調べたら元に戻せる形でも構いません。これが加盟加工情報です。なので、元の情報に復元不可能なのが匿名加工情報。復元可能なのが加盟加工情報です。 で、まあ、あの、規制も少ないということで、これから先運用が広まっていくだろうというものが、加盟加工情報ですね。はい。このあたりはね、しっかり押さえておくといいと思います。はい。では、どんどん行きましょうか。158ページ7番。個人関連情報と。はい。これも新しくできた、あの、ものなんですけど、個人関連情報と。で、これは、 今まで見てきた個人情報でもないし、加盟加工情報でもないし、匿名加工情報でもない。どれでもない。例挙げておきましたが、あの例えば、ね、アマゾンで何か買った履歴とか、楽天で買った履歴とかありますもんね。ウェブサイトの閲覧履歴とか、まあ、今の僕がいる位置情報とか。氏名と結びついているわけではないんですけども、まあ、個人が買ったものとか、個人の場所が分かってしまうもの。 そういうものを個人関連情報って言います。そこはそこで取り扱いのルールがありますけども、今日はそこまでは見ないということにします。はい。あと見ておきたいものとすれば、159ページのところで、まあ、タイトルが個人情報を取り扱い事業者の義務とあります。これは一般的にはあの企業さんですね。個人情報を扱うのは企業さんですからということで、まあ、業者の義務って考えてください。 で、えっ、ー、と、業者として個人情報を扱うときに、例えば、軽く書きますけども、まず、顧客から、まあ、アンケートを取りますよね。アンケートに氏名とか書くわけですけども、これを個人情報としましょうか。ね、アンケートの中の氏名とかを個人情報とします。で、 これを業者としてどうするかというと、そのまま、あの、アンケート用紙のまま営業活動に使わないわけですよね。でどういうことにするかというと、アレンジするわけですよ、アレンジ。つまり、データ化するわけです、データ化ね。はい。データ化します。エクセルファイルに入れて、検索しやすくするとかをするわけね。そいつを使いながら営業していくわけです。 で同じ氏名、住所でもデータ化されたものは、あの個人データっていいます。はい、あの同じ氏名なんですよ、同じ氏名とか住所なんですが、ただのアンケート紙1万の氏名は個人情報といって、データ化された氏名は個人データっていいます。はい で、このデータ化された個人データが入っている Excel ファイルのことを、まあ、個人情報データベースっていうので、なかなかややこしいですよね。つまり、これって、業者に課せられた義務の違いです。個人情報を取得するときの業者の義務はあっていう場合と、それを Excel データ化したときに、個人データとなったときの業者の義務って変わってくるんですね。はい。では元を正らせば個人情報の使命なんですが、 ちょっとどういう媒体に落とし込んだかによって、こう名前とか変わってきますよね、というところが少し難しいところかもしれません。はい。なので、一番、個人情報データベースに関しては、はい。まあ、なかなか難しい言葉で、まあ、パソコンでい,いんですが、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの。はい。まあ、エクセルファイルですよ。で、まあ、ものによっては、 パソコンで入力せずとも、こうもらったアンケート用紙を IO 順に並べ替えるという形でインデックスをつけてこう調べることもありますよね。なので、あのパソコンに入っているものだけが個人情報データベースではなくて、紙ベースだとしても、はい、容易に検索できるようにファイリングしてあれば、それは個人情報データベースです。という形で下に例書いてますから、まあ、軽くまた見てあげてください。 はい。そして、そういったものを扱っている業者のことを個人情報を取り扱い事業者って言いますね。はい。まあ、国の機関とか自治体とかは除きますが、まあ、あの、一般の業者を考えると、これを個人情報を取り扱い事業者って言います。はい。で、次のページの160ページ、ポイントがあります。まあ、僕は便宜業者って言いましたが、あの、金儲けに走ってる業者だけではないんですよ。 NPO 法人とかね、あとは行政書士会とかも、あの個人情報を扱っているならば、個人情報を取り扱い事業者です。あとは、個人情報を何件持ってるかは関係なく、皆個人情報を取り扱い事業者です。昔は持ってる個人情報があの5000件以下だと、この法律対象外だったんですが、今は5000人って条件ないです。なので、町の 本屋さんとかね、あとは駄菓子屋さんであっても、数名しか個人情報を扱ってなくても、そこの方々は個人情報を取り扱い事業者ということになっています。はいよろしいでしょうか。そしてあと少し、個人データと保有個人データ、これなかなか難しいですね。ただ、先ほど軽く説明しましたが、個人データというのは、Excel ファイルに入っている個人情報です。 Excel ファイルに個人情報を入れば個人データです。そこはいいんですね。で、保有個人データが非常に分かりにくい。この e ファイルに、Excel、ファイルに入っている個人データのうち、業者が開示、訂正、追加削除、利用の停止、消去、および第三者への提供の停止を行うことができる権限を持つもの。さあ、なかなか難しいですよね。 じゃあこれ、え次の161ページの後月から説明します。例えば、A 会社と B 会社がいて、まあ、A 会社が B 会社に、例えば給料計算とかを業務委託してますと。ね、でそうなると、A 会社の社員の野端の情報は、給料計算のために B 会社に渡されます。ね それをデータベースで渡していくわけですけども。ということは、A 会社の個人情報データベース、Excel ファイルに僕の名前が入ってますと。そして B 会社の方にも、まあ、個人情報データベースとして私の名前が入っていると。まあ、当然コピー渡しますからね。同じものが入ってます。で、毎月の給料を僕がもらって明細見るときに、あれあれって思うわけですよ。はい。僕、野畑厚志って言います。 で字はこう書くんですね。で、給与明細の字が間違っているということなんですよ。で、これは、B 会社が悪いっていうよりも、もともとの野畑が勤めてる A 会社のデータが間違ってるんですね。で、その時に、僕があの B 会社の方に訂正してと言っても、B 会社は訂正する権限ないです。はい。で、A 会社の方に訂正する権限がありまして、これが大きな違いです。 つまり、訂正する権限がない B 会社が持っているのはただの個人データで、訂正する権限持っている A 会社が持っているのが保有個人データですあの。こういった違いでしかないんですね。なので、ほとんどが、あのー、個人データと保有個人データ一緒なんですよ。ただ、訂正する権限を、まあ、業者が持っているかどうかの違いでしかないというところなんですね、まあ。そこを理解していただければいいです。で、下にこう、まとめておきましたけども、 あの個人情報も個人データも保有個人データも、元々をたらした氏名とか住所なんですよ。ね、ただのアンケート用紙のものが個人情報で、それが Excel ファイルに入れば個人データで、えー、っとその一部がさらに保有個人データということになっていくので、はい、そこをしっかりと分けて抑えることができればいいのかなというふうに思います。下に書いてますけども、個人情報がどんな状態で保管されているのか。 どんな場合で使用されるかによって定義が違いますよということですね。なかなかに面倒くさいですが、そこがしっかり分かれば、あの3問中1問、2問って広げたりしますから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、以上で全20回の講義がすべて終了ということになります。本当はもっともっとお話ししたかったんですが、あ、今日が最終回ということになります。 でまたあの別途、私個人でブログをやってますので、ブログの方でこうで学習法ですとか、あの直前期のそうです、ね、出題予想とかも上げていきますので、ぜひあの私のブログを見ていただいてね、あのしっかりと対策を立てていただければと思います。あの全20回、本当にお疲れ様でした。あのこれから先もね、あの本試験当日まで取り捨使い倒して頑張ってください。では本日、そして全20回の講義は以上となります。お疲れ様でした